ベリル・ウォーレスはアメリカ合衆国の歌手、ダンサー、女優。1912年ニューヨークシブルックリンクに生まれる。オーストリア出身のユダヤ人労働者階級の家庭で9人兄弟の上から2人目。出生名はベアトリーチェ・ハイシューベル。ダンサーを目指し、1928年に新聞で ブロードウェイのアールキャロル劇場がザ・アール・キャロル・バニティーズの出演者を募集しているのを見て応募。世界一の美少女としてデビューした。1938年、アールキャロル劇場がハリウッドにも進出。そのファサードにはベリル・ウォーレスの巨大な顔を描いた高さ6.1メートルのネオンサインが飾られた。1934年、ランたる殺人に、 ダンサーとして出演たのが映画デビュー。1937年の B 級西部劇ラフライディングリズムとロマンス・オブ・ザ・ロッキーズでは主人公の相手役を務めるが、以後はクレジットなしの小さな役が続く。そのまま R ・キャロル劇場の看板女優として活躍して舞台の仕事は続けた。第二次世界大戦中は15分のラジオ番組で週2回歌い、 また月曜夜の NBC ラジオのエンターテインメント番組ファーロファンではホストを務めた。またマスカーズクラブハリウッドキャンティーンに出演し兵士たちを慰問した。1948年6月17日、アールキャロルと共にロサンゼルスからニューヨークに向かっていたところ乗っていたユナイテッド航空 UA624 がペンシルベニア州アリススで墜落。二人を含む 乗客39人と乗員4人全員が死亡した。ウォーレスの遺体は、キャロルと共に、カリフォルニア州グレンデールの、ホレストローンメモリアルパークに埋葬された。ありがとうございます。